本動画をご覧いただきありがとうございます。水の秘境滝めぐり。この動画では大御蔵さまたの滝をご紹介したいと思います。どうぞ最後までご視聴くださいませ。大御蔵の滝、さまた手前の滝、三重県熊野地方熊野市に位置します。直瀑で推定落差は約30メートル、水系は北山川から熊野川へ。到達難度はレベル3。入り口からはすぐですが、急傾斜を半ば力ずくで登るので十分注意しましょう。比較的温暖な近畿南部において夏もひんやり紀伊山地、そのど真ん中を流れる北山川、切り立つ山あいを流れる上流域、ダムの連続する中流域、トロ峡と呼ばれる渓谷を築く下流域、ここは中流域から下流域へと差し掛かるあたり。ここは小森ダムの影響で半分湖のようになってきます。今回はそこに合流する小川川を遡った先、大御蔵の滝へ向かいます。北山川がちょうど和歌山と三重の県境になるため、ここは三重県になります。小川川沿いに入ると田畑と住居が並び、山あいの中に小さな町を形成しています。本格的に渓谷の中に入ると川の様子も本格的になります。さらに進んでいくと大御蔵からの支流もいくつか出てきます。こちらが大御蔵の展望所。お気づきでしょうか、ここから鵜又、さまた共に滝の姿が確認できます。今回紹介するのは大御蔵のすぐ麓のさまた手前側の滝です。展望所から大御蔵の麓へ下ること2本目の川、ここがさまたの入り口になります。すでに急傾斜を物語っているような姿です。とりあえず右岸側から登っていきます。結果的にはどちらからでも行けるのですが、手前の滝の方へは右岸からの方が到達しやすいでしょう。
すぐに行き止まりのような感じのところに出ますが、その少し手前で巻いていくと登っていけます。急傾斜で足場は悪いので十分注意しましょう。ある程度巻き登ると川の方へ寄っていくことができます。木々の合間から見えてくる真田の滝、展望所から見えていた滝が目の前にあります。ほとんど垂直に近い岩壁から流れる水は外側の方は霧化してしぶきとなり辺りを潤していきます。この日の天気や滝のコンディションでしょうか、やたらと流れが美しく見えます。こうして見ると展望所からの岩壁の感じがわかります。日が当たるほどに白く輝く流れ。ちなみにこの上流には展望所からは見えなかった奥の滝がありますが、それはまた次回ということで。